ゆ小説、慶安4年7月26日は、江戸時代前期の日本の軍学者、慶安の変の首謀者である。行字は、油性、優位、ゆい、ゆい、油比と表記される場合もある。出自については、諸説あり、定かではない。江戸幕府の公式文書では、駿府宮ヶ崎の岡村八重門のことしている。聖百387ページには、坂道平氏三浦氏の書家とある。 出身地については、駿府宮ヶ崎町との説もある、川竹木網の歌舞伎、楠木修流花見幕張では、慶長十年、駿河国湯井において、荒野、吉岡自衛門の子として生まれたという。自衛門は、尾張国中村生まれの百姓で、同郷である、豊臣秀吉との縁で、大阪天馬橋へ移り、染物業を営み、関ヶ原の戦いにおいて、石田三成に徴収され、 戦後に、結村に移住して荒野になる。自衛門の妻がある日、武田信玄が転生した荒野ドスと予言された霊夢を、見て、生まれた子が小説であるという。17歳で、江戸の親類のもとに方向へ出た。楠木小説あるいは、楠木氏の本生の伊予立花の氏から、結民部の女立花の小説と名乗り、神田連寂長の長屋において、楠木正時の南気流を継承した。 文学塾、蝶高等を開いた。塾名は、中国の名軍師と言われる、蝶志望と、諸葛孔明に由来している。道場は、評判となり一時は3000人もの文下生を抱え、その中には老人の他諸大名の家臣や旗本も、多く含まれていた。母大寺院の首塚詳細は、慶安の変を参照慶安4年、江戸幕府第三大将軍、徳川家光の死の直後に、 幕府政策への批判と浪人の救済を掲げ、宝蔵院流の創術家、丸橋中や、家内半兵衛、熊谷忠義など各地で浪人を集めて挙兵し、幕府転覆を計画した。決起の寸前になり、計画の存在を密告され、小説は、寸府の宿において町奉行の取り方に囲まれ自陣した。去年47、首塚は、静岡市青井区靴谷の母大寺院に存在する。 大名取り潰しによる老人の増加が社会不安に結びついていることが事件の背景にあるとして四大将軍徳川家綱以降の政治が武断政策から軍事政策へ転換するきっかけの一つとなった。結小説の生涯は大幅に脚色されて江戸時代の実録小説、慶安大兵器として流布した。慶安大兵器は結小説を 武田信玄の生まれ変わりと設定、太平記の楠の木の重的な性格を強調し、また、小説の武者修行や欧州白石城下で行われたとされる宮城の忍のあだうち話を挿入するなど、それ以前に成立した実録本、油性根源記の一群よりも読み物として充実した内容を持つ。小説が修行中に天草島で、 森衆意見から現実を教わるなど、天草軍機との関連が深い。ありがとうございます。